どうもキスケです。今回はホグワーツレガシー15時間プレイしてきたのでレビューしていこうと思います。ストーリーはクリアしてないんですけど、現時点で感じているいい点や微妙な点を正直に話していくんで、購入を検討されている方の手助けになればなぁと思います。もう10日ですからね、通常版の発売は。今のうちにどういうゲームなのかって知っておくのもいいんじゃないかなって思います。気になるところだけ見たいっていう方は概要欄にタイムスケジュールがあるんで、そちらからご視聴お願いします。このチャンネルではこれからも新作ゲームの情報やレビュー、おすすめゲームの紹介をしていきます。ぜひチャンネル登録お願いします。それでは早速ゲームレビュースタート。まず本作の簡単な概要から話していこうと思います。ホグワーツレガシーはハリーポッターの小説で登場した世界を舞台とするオープンワールド RPG です。本作の主人公なんですけど、ホグワーツに5年生から入学することになるんですよね。本来であれば1年生から入学している生徒とは知識も杖さばきも差が出るはずなんですが、持ち前の才能でそんな差を感じさせないんですよね。先生に個別で魔法を教えてもらえたりとか、非公式の決闘クラブでガンガン活躍したりと、ラロー系主人公がすごく強い主人公を操作していきます。そんな主人公を操作して魔法界を壊しかねない古代の秘密を解き明かしていくというのが大まかな物語になります。まずいい点を話していくんですが、演出が最高ですね。特に冒頭のこれからホグワーツに入学するぞからのホグワーツ城が見えて、ハリーポッターおなじみの BGM が流れたところは思わずニチャニチャしちゃいましたね。チュートリアルもストーリーに沿ってうまく説明してくれるんで、世界観を壊さず冒頭からどっぷりと世界に浸かれるのはすごいなって思いました。初めて自分の杖を購入するシーンはたまらなかったですね。次にオープンワールドがすごすぎるということで、ホグワーツ城やホグズミート、禁じられた森など全て探索できます。特にホグワーツ城の作り込みがやばくて、地図を見てても迷ってしまうほど広いんですよね。全ての絵画が動くし、飾られた甲冑が鼻歌を歌ったり、ゴーストが城内を徘徊していたりと、ありとあらゆるものが動いたり動かせたりするんですよ。魔法のある世界を本当に体験してるんだなって感じれます。本当に作り込みがすごい。映画を見ていた方には嬉しい、あ、こことここつながってたんだとか、そういう嬉しい発見もできるんですよね。正直言ってしまうと、ハリーポッターが好きな方はホグワーツ城を探索するだけで気絶するぐらい面白いと思います。世界観の再現、探索の楽しさは100点満点だと思います。次は気になる戦闘面について話していきます。発売前の事前 PV での評価は、あまり派手さのない単調な戦闘じゃねって思った方も少なくないんじゃないかなって思います。実際プレイしてみた感想は、かなりダイナミックな戦闘が楽しめる反面、それゆえに目立つ戦術のなさって感じですね。決して地味ではないんですよね。物を浮かせてぶつけたりとか、アクシオで引き寄せてインセンディオで燃やしたりとか、中でも古代魔術はかなり派手で爽快感があります。戦闘の派手さで言えば、エフェクトやサウンド、動きで可能な限り派手にしようという制作人の意図が伝わるぐらいには派手だと思います。戦術に関しては正直あんまりないですね。操作に慣れるまではそれこそギクシャクしたんですけど、操作に慣れてくればかなり単調に感じましたね。敵のプロテゴを剥がして攻撃魔法を打ち込む、もしくは回避やプロテゴで敵の攻撃を無力化して攻撃魔法を打つ、だいたいこの2択で解決します。なので戦闘の楽しみ方としては、いろんな魔法を組み合わせていかにコンボをつないでいくかに重点を置いた方が楽しめるのかなって思います。お次は僕自身が微妙に感じた点を話していきます。先ほど少し触れたんですけど、やはり戦闘の戦術性のなさがちょっと気になりましたね。一応ステルスでかいくぐってやり過ごしたりとか、攻撃してくれる植物を使うとかはできるんですけど、主人公が天才すぎて自分で倒した方が早いんですよね。プロテゴのタイミングさえ間違えてなければ複数人相手でも負けないですし、このゲームジャストガードが成功するとそのままカウンターを発動させることができるんですよ。
これでジャストガードのタイミングがシビアとかならいろんな戦術を試してみようかなっていう気になるんですけど、かなり猶予があるプラス敵の攻撃が来るタイミングで頭上にマークが出るんですよね。なので最悪空見ててもカウンター決めれます。プロテゴで防ぎきれない攻撃が来ても頭上のマークに合わせて回避ボタンを押せばやり過ごせるんで、戦闘に慣れれば慣れるほど単調になるんじゃないかなって思います。派手な魔法が楽しめるんだけど戦術のレパートリーの少なさで単調に感じてしまうのはちょっと少しもったいないなって感じました。次は謎解きの単調さですね。ホグワーツ城内はもちろん外の世界にもいくつか謎解きは存在するんですが、種類は少なくて数が多いっていう感じなんですよ。いろんな魔法を駆使しながら謎を解いていくんで、入学したてであれば面白いんですけど、一度解いたことのある謎解きだとクリア方法が分かってるんで少し面倒くさく感じると思います。あとは持てるアイテムの少なさですね。これはかなりストレスに感じました。今のところアイテムを保管しておくところも見当たらないですし、手持ちがいっぱいになると捨てるか売るかしかないんですよね。一応サブミッションをクリアすれば手持ち容量を増やせるんですけど、それでも少ないなって感じました。魔法の世界なんだから魔法のカバンかなんかでもっとアイテムを持ち運べるようにしてほしかったなって思います。ただ本作はハリーポッターの時代よりもっと前の話なんで、ハーマイオニーが持っていたビーズバッグのようなものがこの時代にはまだ存在していなかったからこういう仕様になってしまったとかだったら仕方ないのかなって思います。いかがだったでしょうか。まだプレイ中ということもあり簡単なレビューにはなりましたが、15時間プレイした素直な感想になります。現段階での評価はガチの神ゲーだと思います。ハリーポッターが大好きでその世界を探索したりいろんな魔法を使ってみたいっていう方、ルーモス使って暗闇を進んでるだけで楽しめるんで絶対買いの作品だと思います。一応ハリーポッターに全く触れていない人も楽しめるとは思うんですけど、世界観を前もって知っていればより面白いことは間違いないんで、そこは注意だと思います。このチャンネルではこれからも新作ゲームの情報やレビュー、おすすめゲームの紹介をしていきます。ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。